マルシェ株式会社へマルシェは宮城県仙台市青葉区に本社を置き桜屋百貨店仙台店を運営していた企業2017年2月27日に仙台地方裁判所へ自己破産を申請し倒産した1978年昭和53年3月に日位の支援を受けて丸光仙台市金町 武田百貨店、青森市、山田百貨店、福島市、市村、長岡市、小宮、川崎市とともに株式会社百貨店連合を設、したのが始まりである。同年4月、百貨店連合の設立に参加した百貨店5社と同社が、経営管理に関する業務委託契約を締結して、業務を受託し、1981年、 昭和56年3月に先行して、武田百貨店、山田百貨店、市村の3社が合併して株式会社、武田山田百貨店を発足させ、1982年、昭和57年9月に、株式会社百貨店連合が、武田山田百貨店や丸三小宮と合併して5社が経営していた、百貨店の経営を完全に引き継いだ。1985年、 昭和60年3月に百貨店連合から株式会社ダックシティに社名を変更し各店の店名の前にダックシティを付けるようになり1990年平成2年のマイカルビブレ事業本部との業務引下げに伴って1991年平成3年に店名をビブレ、ビブレに変更し1998年平成10年2月にダックシティから 株式会社ダックビブレに社名を変更した。その後マイカルからの自立を模索していたものの、2001年、平成13年9月14日に、株式の76.4%を直接保有して、間接保有と合わせて83.4%を保有する親会社のマイカルが、民事再生法適用を申請したことに伴い、 東京地方裁判所に民事再生法の適用申請をして、事実上経営破綻した。民事再生法の適用申請をした際にはそのまま、各店舗の営業を続けたが、破綻直後の2001年、平成13年10月に集客力が低下して、業績が低迷していた、気仙沼ビブレの閉店を決定して2002年、平成4年に1月10日に閉店した。 2002年、平成14年2月28日、日本政策投資銀行や取引先の企業約10社などの出資で企業再建ファンドを設立して、資本金を一旦100%減資後に、そこから出資を受ける形で再建を目指す、方針発表し、2002年、平成14年5月に再生計画案が、再建者集会で可決されて裁判所から認可を受け、 日本政策投資銀行や不動産会社で、青森店などの大家である武田など15の地元企業を、団体11億7800万円を出資して、事業再生に乗り出した。この増減種を伴った再建策により、マイカルグループから独立した独立資本の百貨店として営業することになったため、一般から公募した新名称から店舗を展開する東北4県には、 桜の名所が多いことちなんで、桜屋百貨店を選び、同年10月1日にダックビブレから桜屋に社名と、店名を変更して新たなスタートを切った。しかし、2001年、平成13年9月以降7店全体の、売上高が平均で前年比約75%と、落ち込んだ状態からスタートし、2003年、平成15年3月末に7店全体の、 売上高の2割以上を占める仙台店は約12億円を投じて全面的に改装して東北発の売り場を導入して若い女性客を増やして前年比20%増となったものの再生計画の前年比40%増の半分に止まり食料品売上が破綻前より25%減に落ち込んだままとなるなど桜屋百貨店として 再スタートしてから一年経った2003年、平成15年9月時点でも破綻で失われた信用を取り戻せず売り上げの回復を思うように進まなかった。そのため、2004年、平成16年に1月に高島屋と業務提携して営業部長などの人材派遣を受け、同年11月に高島屋の業務支援を受けて、期間店の仙台店の地下食品売り場を改装して、 桜屋ご馳走とするなど、提携や改装を行った。2005年、平成17年4月に、初代桜屋百貨店を、仙台店を運営する二代目桜屋百貨店、現、エマルシェ、仙台店の資産管理をする桜屋デプト仙台、仙台以外の東北の店舗を運営する桜屋、東北、現桜屋百貨店、イコール三代目に三分割して新たなスタートを切り、翌月5月に、 東京地裁から民事再生手続き集結決定を受けた。二代目桜屋百貨店は2005年平成17年4月27日に高島屋の業務支援を受けて仙台店の7階のレストラン街を含む2から7階のフロアに約60の新規ブランドや売り場を導入する大改装を行い2007年平成19年5月29日に 株主総会で当時28.2億円だった資本金を1億円に大幅に減資して減損会計に伴う損失処理に対応するなど改革を進めたが改革の進展が遅れて2009年平成21年2月期に売上高が約120億円とピークから半減して約5億円の投機赤字となるなど経営不振が続いたそこで二千九年 平成21年7月15日の臨時株主総会と取締役会で分社会行不審が続いていた二代目桜屋百貨店の社長らを退任させて桜屋東北社長と二代目桜屋百貨店会長だったよう様が桜屋東北社長と兼務で社長に就任するとともに役員も桜屋東北から派遣し分社会行別々に行っていた商品調達や 反則活動を再び一本化して合理化を図る方針が打ち出された。この再検索の一環として2010年、平成22年2月期中に外商部門の新規の顧客開拓をやめて既存顧客の対応にとどめて事実上撤退して店頭販売に集中する一方で共同持ち株会社の設立による経営統合の検討などが進められたが紳士服や子供服、 食器、寝具など6から8階の売り場を縮小して7階と8階の一部にブックオフを入居させるなど外部企業に貸し出してテント化を進めてテナント収入比率が大きく上昇する当店の方向性が桜や東北が運営している他店の店舗戦略と大きく異なってきたため2010年平成22年4月7日にメリットが少ないとして A の再統合を断念して 当社の前身の二代目桜屋百貨店の保有する桜屋東北株すべてを不動産会社の武田とその関係者二条として株式の持ち合いを解消するとともに社長の兼任も解消することに言った。この方針に沿って同年5月に経営体制を一新し同年8月1日から二代目桜屋百貨店がエマルシェに社名変更し同年9月12日に 佐々木社長らエマルシェの経営陣で組織する持ち株会エマルシェフェニックスプロジェクトが大株主の不動産会社の武田とクレディスイスグループから全株式の約80.48%にあたる32,513株を取得するんぼを実施して資本関係の整理を進めて資本的な毒を高めることになった。また、 このエマルシェの社名変更と同時に桜屋東北は3代目の桜屋百貨店となっており、現在企業名としての桜屋百貨店はこの企業を指している。この社名変更後も店舗名は従来通りで、エマルシェの経営する店舗は桜屋百貨店仙台店として営業し、エマルシェと3代目桜屋百貨店の間の商品調達や販促活動などの連携も継続していた。 1946年、昭和21年6月1日に、丸密合名会社として、雑貨店を開き、丸密デプトストアの文字を掲げて、営業を開始したのが始まりである。1953年、昭和28年10月に、百貨店としての営業を開始し、増築工事中の1956年、昭和31年5月5日に火災が発生して、 新館北側階段を通じて延焼して、延べ床面積5141メートルのうち2397メートルが消失するなど災難に見舞われながらも1957年、昭和32年10月に増築工事を完成させるなど増築を進め、1965年、昭和40年には売り場面積11317メートルで地元の老舗百貨店、 富士崎の9910メートルや東京資本の老舗百貨店三越仙台店の8928メートルを上回る仙台最大の売り場面積を誇る百貨店都市売上高も42.3億円を上げて三越仙台店の41.5億円を上回って富士崎の43.4億円を少し下回る2位となるなど先行していた老舗百貨店2店に追いついて3つ ともえの激しい競争を繰り広げ、九百七十二年、昭和四十七年十一月などに増章を行って、競合する藤崎や三越の増章などに対抗すると、共に、九百六十三年、昭和三十八年に、長崎や仙台店を皮切りに九百七十五年、昭和五十年に、ジャスコ仙台店と大江仙台店など、相次いで進出してきた全国チェーンの、 総合スーパーとも競争を続けた。店舗は1982年3月に丸三つと、コミヤ、川崎市が合併した、丸三つ商備屋、1981年に、丸三つ商備屋を合併した、百貨店連合、後のダックシティ、ダックビブレ、初代の桜屋百貨店と経営母体が移り変わり、店名も、丸三つ仙台店、ダックシティ丸三つ仙台店、仙台ビブレ、 桜屋百貨店仙台店と変遷してきた。ダックビブレの親会社であったマイカルの経営が悪化し、ダックビブレも経営破綻。経営再建に伴ってマイカルグループを離脱したダックビブレは桜屋百貨店と法人名と参加の百貨店の親を変更。2002年10月に仙台ビブレは桜屋百貨店仙台店となった。2005年4月に 民事再生計画に基づいて、初代の桜屋百貨店から、会社分割された二代目桜屋百貨店が経営を、引き継ぎだ。初代桜屋百貨店は2003年、平成15年3月末に、当時の7店全体の売上高の2割以上を占める、当店を約12億円を投じて、全面的に改装して、 東北発の売り場を導入して若い女性客を増やして前年比20%となったものの再生計画の前年比40%増の半分に止まり2004年平成16年11月に高島屋の業務支援を受けて地下食品売り場を改装して桜屋ごちそう館とするなど改装を続けて手こ入れ2代目桜屋百貨店も2005年4月27日に 高島屋の業務支援を受けて仙台店の7階のレストラン街を含む2から7階のフロアに約60の新規ブランドや売り場を導入する大改装を行ったが2代目桜屋百貨店は3期連続で純損失を計上して2009年平成21年2月期に売上高が約120億円とピークから半減して 約5億円の投機赤字となるなど、当店の経営不振が続いて、二代目桜屋百貨店の社長らを退任させて、桜屋東北社長と二代目桜屋百貨店会長だった薄井治が、桜屋東北社長と兼務で社長に就任するとともに、役員も桜屋東北から派遣し、分社会構別々に行っていた商品調達や反則活動を 再び当店も含めて一本化して合理化を図る方針が打ち出された。2010年5月に経営体制を一新し、同年8月1日から2代目桜屋百貨店がエマルシェに社名変更し、同年9月12日に佐々木社長らエマルシェの経営陣で組織する持ち株会エマルシェフェニックスプロジェクトが大株主の不動産会社の竹田と、 クレディスイスグループから全株式の約80.48%にあたる32,513株を取得するんぼを実施して、資本関係の整理を進めて、資本的な独立を高めるなど、A 母体の資本構造や名称の変更が行われた。再検索の一環として当店は2010年2月期中に外商部門の新規の顧客開拓をやめて、 既存顧客の対応に留めて事実上撤退して、店頭販売に集中するとともに会と8階の一部に、ブックオフを入居させるなど外部企業に貸し出して、テナント化を進めて、テナント収入比率が大きく上昇させる方針が打ち出され、6階に1坪程度の小さな店でも出店可能な仙台楽座、7階にブックオフの売り場、8階に、 ブックオフの買い取りセンターと事務所が入居するなどの改装が行われた。2017年2月27日に運営会社のエマルシェが仙台地方裁判所に破産手続き開始を申請し、即日破産手続き開始の決定を受ける。自前の売り場も同日より閉鎖された。直営でない店舗はイオン仙台店や近隣の建物に移った。閉店当時、 JR 仙台駅前の主要な百貨店の一つで、西口から中心商店街の中央通りに至る途上に立地し、西口のペデストリアンデッキで仙台駅と直結していた。1979年12月22日、接続。また、青葉通り、駅前通り、東五番町通りに面し、JR 青葉通駅や仙台市地下鉄南北線、仙台駅と地下で直結していた。 丸光時代には午前10時、正午、午後3時、午後5時の計4回工場の月のオルゴール音楽を仙台店の屋上に設置されたサイレン、通称ミュージックサイレンで流していた。これは1953年、昭和28年10月の増床改築完成を記念して設置されたもの。いわゆる初泣きは同年12月11日である。 当時の金額で1台100万円もした上、1都市1台限定とされていたもので、東北地方では初の導入となった。大音量であったため、仙台市都心部はもとより郊外でもよく聞こえたという。選曲は、作詞者が仙台出身の土井万水であることにちなむ。演奏は、主旋律と副旋律によるポリフォニー、庭音であった。また、午後9時には、 蒸気のサイレンを用いて、丸密の社員が直接鍵盤を操作して演奏する、この道や家路が流されていた。こちらの選曲は、宮城県警察からの要請であった。しかし長年流し続けたこともあり、音響がずれるなどの装置の老朽化が進み、1987年、昭和62年7月15日頃に装置が突然、動かなくなってしまった。 修理を試みるものの、かなり古い機種で修理に必要な部品が集められなかったため再び動かすことはついにできず、装置は解体撤去され現存しない。工場の月、この道のシリンダーオールゴール部分のみ2009年現在も保管されている。その代わりに、仙台ビブレ平店頃まで青葉通り沿いに大きな、からくり時計なるものが設置された。2016年6月には、 創業70周年を記念した大感謝祭が1ヶ月間開催され、その期間中、ミュージックサイレン、この道を約30年ぶりに復活させた。前述の通りミュージックサイレンは解体撤去されているため、屋上にスピーカーを設置し6日間、同月1、4、5、15、18、19日の正午、午後3時、午後5時に放送を行った。 1972年、昭和47年11月の増殖会地区完成を記念して、当時どちらもヤング101のメンバーであった伊藤三ン氏、伊藤久夫の長女と藤島真のデュエットによる新たな CM ソング、愛のある町が作された。愛のある町は、丸つのテレビラジオ CM のほか、TBC ラジオの番組、朝の百貨店案内で、 丸光が閉店した1991年、平成3年8月16日までオンエアされた。なお、それ以前の1965年、昭和40年にも、金井勝子、およびスリーグレーセスの歌による、CM ソング、歌い手が異なるだけで、楽曲は同一のものが制作されている。65年版、72年版、どちらも作詞は、伊藤明、作曲は、 小シベノブヨシのコンビによる楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。